はい、本日はですね、チョーキングについてお話をしたいと思います。まずはですね、このチョーキングっていうのは、上級者になればなるほどですね、最終的には、ビブラートやチョーキングで、表現の差をつけてくるという非常に難しい、表現力でありますので、今日はねそこについてお話をしたいと思います。チョーキングだけではなくてね、同時にちょっとビブラートの話もなるんですけども、今日はチョーキングについて語りたいと思います。まずはですね、そのフレーズによってチョーキングする、指っていうのは、決まってくるんですけども、そのフレーズに近いその運指によって、人差し指だったり中指だったり薬指だったりっていう方法でチョーキングをするんですけども、一般的に多いのは薬指のチョーキングになるかと思います。という感じで、おそらくね、極力薬指のチョーキングの方が、楽かと思います。その理由としてはですね、薬指が軸はあくまでも薬指なんですけども、それを支える、要はサポートしている指が中指と、人差し指になるので、例えば力の、割合で言ったら、薬指がほとんどですけど、薬指、中指、人差し指っていう、こう順番で力が加わってるので、チョーキングが非常にしやすくなるんですね。なのでその指を減らしていくにつ、つれて、力の入り具合が異なってきますので、中指になると人差し指の支えしかないので、非常にやっぱり薬指に対してはきつくなってきます。で、人差し指だともうほぼほぼ指の力ではもうチョーキングができなくなるので、人差し指にのチョーキングに限っては、手首を返すっていう感じになります。このようにですね、人差し指だけのチョーキングっていうのはなかなか非常に厳しくなる場合があるので、だいたい人差し指のチョーキングに限っては手首を動かすことになるので、下向きに対しての振りっていうことなんですね、が多いかなと思います。で、同様中指もですね、下に動かす場合もあるかと思います。でもね、中指に関してはまだ人差し指の力が加わるので、比較的上のチョーキングしても大丈夫かと思います。はい。で、今度はですね、この当てがう面なんですけども、実はですね、ちょっと弦を用いて説明します。で、とてもそのチョーキングする際の当てがう部分っていうのがすごく重要になってきますので、これもぜひね参考にしていただきたいと思います。チョーキングする際にこの指の、弦が指に当たる部分に関してなんですけど、これがですね、指先端から外れれば外れるほどしづらくなります。なので、一応理想はここですね。で、ダメな場合は、こちらです。という感じでですね、チョーキングする場合はですね、チョーキングする指と、そのチョーキングする指の指に対してその弦が当たる部分っていうのがすごく重要になってきて、先端になればなるほどですね、非常にチョーキングっていうのは上げやすいです。で、先端からずれればずれるほどチョーキングっていうのは上がりづらいです。はい。そして前回ですね、こちらのね動画撮影したんですけども、
こちらも、まずはね、チョーキングちょっと苦手な方は、こちらの動画もね、ちょっと参考にしていただきたいと思うんですけど、非常にあの弦の太さっていうのも非常に重要になってくるので、ぜひちょっと参考にしてみてください。はい、ということで、まずはね、基本的なそのチョーキングのスタイルっていうのをまず確立する必要があります。で、場合によってはほとんど使わないんですけど、薬指でも、きついっていう方がいましたら、小指のね、チョーキングっていうのも、ありかと思います。ただ、小指のチョーキングに関しては非常にあの、小指が小さいので、当てる面っていうのがね、非常にあの、限られてきて、すごくあの、コントロールが難しいので、ちょっと難しいですけど、薬指でできないっていう方はですね、薬指だけにこだわる必要もなくて、小指だけでも、小指でね、小指を使って、チョーキングする方法っていうのもあります。小指だと、薬指と中指と人差し指があのサポートに回ってくれますので、非常にね、慣れてくると、すごくあのしやすいです。まあ、ほとんどね、まあ、小指使うことはないと思うんですけど、私があの小指を使う場合はですね、1音半チョーキングとかの場合はちょっと薬指で、チョーキングしてもちょっとね痛くて上げれない場合があるので、その時はあの小指を使ったりして、チョーキングをしております。でも基本はあの中指でやってて、で最悪なもう上げれない場合はですね、あの右手を使って強制的に上げたりしてます。っていうやり方も、しております。はい、まあ、これはねちょっと見栄え的なものもあるので、ちょっとねあのなんかやってる感があるので、まあ、ライブとかではその、まあ、パフォーマンスの一環として今のような感じで、チョーキングすることも多々あります。でも基本はあの薬指と中指を使っております。はい、なので、その指によっては、手首だったりその指全体でサポートしてチョーキングをするっていうことが、重要になってきますので、ぜひねうまいこう使い分け方をしてやってください。で意外とチョーキングとビブラートが安定するのってね、意外に人差し指だったりします。っていうのは人差し指っていうのはなかなかね、早く動かせないものなので、意外にちょうどいいそのビブラートがかかったりするので、結構ね人差し指を使う場合も多々あります。はい、次はまあ、全体的にそうなんですけど、まあビブラートの話にもなるんですけど、全体的にこう躍動感をつけるにはやはりビブラートっていうのがね非常にあの重要になってくるので、そこもね意識されて、演奏してみてはいかがかなと思います。はい、ぜひね、今後のプレイにお役立てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。